朝からドッグランにやってきたのだ。だいぶ涼しく過ごしやすい季節になってきました。もうアシュリー&グレンとシエルが来ているみたいだな。リオがいないけど、どこにいるのだ。入ってきたばかりで、リオは匂いを嗅いで回っているようだ。リオがこっちにやってきています。リオ、今日も張り切っていこう。今日も楽しいドッグランになりそうなのだ。朝一発目の走りが始まりそうです。元気にいくよ。マスパオ、アマバルゴービジョンバルン、イファイファルサレノファスタルナブ、イファイファルサレノビジョンバルン、イッノロドゼカン、ビグモードファスタル、ゴー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 
がいなかったらこんな感じになっているぞ。これはまた帰ったら怒られるやつなのだ。でも私たちにとってそれだけリオの存在が大きいってことだね。レイラがやってきたのだ。最初から追いかけられています。レイラはわちゃわちゃ感がないからな。みんななぜか離れてしまうんだよな。レイラを見ているとハスキー以外の子と遊んでいる方がいつも多いように見えるのだ。ワンちゃんも集まりだしました。ゴールデンちゃんも激しく歓迎されているようだ。激しいというよりかこれは迷惑じゃないのか。これがハスキーの歓迎の仕方です。しかしみんな激しいな。ゴールデンちゃんよく頑張ったのだ。次は柴犬がやってきました。自分たちよりか小さいから優しく行くんだぞ。アシュリー、神様は見ているぞ。お前が激しいから優しくなるようにと天罰が下されたのだ。アシュリーは天罰が下って真っ黒なのだ。この後のアシュリーの行動を見ていましたが、神様も天罰も全然効き目がありませんでした。初めてお会いするハスキーが来たのだ。お名前はミルクちゃんです。みんな仲良く遊ぶんだぞ。ミルクちゃんが追い詰められてしまいました。飼
主さんに聞いたら、ミルクちゃんはビビリ屋さんみたいなのだ。最初に出会った頃のレイラを見ているようだ。レイラも最初は遊べなかったのが、今じゃ立派に遊べるようになったので、ミルクちゃん、焦らず徐々に慣れていこうね。しかし今回は飼い主さんから離れなかったのだ。尻尾は上がり始めたが、まだ時間がかかるようだな。でも、この隠れている姿も可愛いもんです。これからいっぱい一緒に遊んで慣れていくぞ、ミルクちゃん。だいぶ気候も良くなり始め、今日はリオもたくさん遊んで、たくさん触ってもらって満足そうでした。それじゃ、今日の一日を振り返って終わるとするのだ。It was the first time you felt just a little bit of something, baby, and I fell believing I'd fly. I found a reason to give you just enough of what you wanted, baby, to find you weren't willing to try. Baby, your heart it wanders, looking for a reason to find yourself something left you could try. If I placed what I have in your heart, believing.Just a little bit of something, baby, and I fell
believing I'd fly. Yeah, I found a reason to give you just enough of what you wanted, baby, to find you weren't willing to try.